どうも、ね、下の小林さんがすごく生活感あふれる背景ですけどよろしくお願いします。2018年一次体栄養地、国はマラウイですね、発見国マラウイの川淵です。で、今日一緒に話を進めていく相手が、じゃあ小林どうぞ。はい、皆さんこんばんは、こんにちは。そして2018年度一次体のケニアで栄養士をしていました小林と言います。この間、ね、配信してたら途中で止まっちゃって2度目のリベンジですよろしくお願いします。今日は、9つのトークテーマを用意して、大体、30分前後くらいで9のテーマがあるので、それについて話を聞いていくという風な時間にできればなというふうに考えています。日本にいる間、どんなことをしていたのかっていうのを、改めて、この協力隊事業を参加するまでのバックグラウンドについて、はい、前回、ね、この話ちょっとしたので、前回も見てくださってる方ちょっと内容がかぶっちゃうんですけど、海外に来る前は福岡にいましたっていうのが、福岡で生まれて福岡で小中高大、育って、で働いてた場所も福岡で、初めて福岡以外出たのが、ケニアだったっていうことで、それまでは、栄養科 の大学に4年間通った後に、小学校の学校栄養教諭として4年間仕事をしていました。で、ケニアでの活動も栄養士で、活動していました。栄養系の大学に4年間通った後に小学校の栄養教諭として、4年働いていました。学校の栄養士をしていました。基本的にはもうその育ちはもうずっとっていう生活して、そこからケニアに、そこだけ正直話を聞くと、多分一般的なその世論がすると、なんでって多分なると思ったね、実際。いや、なんでそんな日本でそのままずっと仕事しようと思わんかったとか、せめてね、じゃあ福岡に飽きちゃったから、じゃあ県外にね、多分転職しようくらいだったわけで、そこからね、そのケニアに行くって正直、何かしらのきっかけが、インパクトが大きいものもあれば、ちょっとずつ火種が大きくなっていったみたいな感じの、いろんなきっかけがだったり、経験だったりがあると思うんだけども、じゃあ続いて、なんでこの協力隊企業に参加したのかっていうのをちょっと聞かせてもらえると、はい、に飛び出したきっかけですね。飛び出したきっかけ。大きなきっかけが一つガツンってあるっていうよりかは、こうなんか小さなきっかけが積み重なって、自分の場合は協力隊に行くっていうところまでつながったかなっていうふうに思っとくかな。一番その中でも大きかったのはどれかなって考えた時に、大学の時にスリランカに行ったことがあって、その時に青年海外協力隊の方とお会いしたっていうのが一番大きかったかなとは思う。きっかけで、うんうんうん、だからやっぱり、それからね、結構年数なって、やっぱりその中でもいろんな諦めきれなかったっていうふうな、やっぱトライしてみたかったっていうふうな気持ちの方が大きいかな。やっぱその姿に憧れてっていうか、なんかそれももちろんあると思うし、なんか大学生の時に自分がすごい感じたのって、何か自分がしたいって思った時に、なんかすごい自分って何も持ってないと思うことがよくあって、何もっていうのは例えば専門性もないし、何かすごいずば抜けた、ね、能力が個人的にあるかって言われたらそうでもないし、こうなんかいろいろしたいって思う反面、自分の中で力不足も感じてて、結構その気持ちが空回りしてたなっていうのが自分今振り返ってみると思うこと で、その時にすごい何者かになりたいなって、何者って何って感じなんだけど、でその時はすごい思ってて、で、その時栄養系の大学に通ってて、自分もその学科でやってることとか仕事も、そこに専門を合わせてやりたいなって思ってたから、これちょっと自分の強みにして、なんか自分で少し力つけた後になんかできんかいなって思ってたところがちょっとずつ温まってきて、でまた協力隊に今から行くぞっていう人の出会いとの、また社会人になってからの出会いがあったりとか、本当になんかこういろんなことが積み重なって、なんか至ったなっていう感じが、やっぱりその小林の中で、例えばその新卒で参加してる人もいるし、小林もそうだし、自分もそうだし、やっぱりある程度社会人経験を踏んでから参加するっていう風な、この2択に2つに分かれると思うんだけど、毎年参加する人の多くは、小林的にはもしじゃあもう一回その協力隊事業じゃ参加できますって、全部リセットしてね、参加できますって、ちょっと大学3年とか2年とかに戻ってそれちょっと、そうね、なんかそこに関して思うのは、濁すわけではないけど、結局人によるかなと。で、例えばそれってその協力隊のその要望調査票、職種とそのどんなことを認知でするかって内容が書いてある募集票みたいなのがあるんだけど、それも例えばその内容によっては実務経験を何年要するものがもちろんあったりだとか、そうじゃないとか、言語に関しても条件が違うから、自分がどんなスタンスで協力隊に行きたいかって思うかによって変わってくるんじゃないかなって思うし、もちろん新卒で行くのも一緒に同じ同期とかケニアで新卒で来た隊員とか見てると、すごいやっぱり熱いというか、行動力があるというか、なんかそういう面でも若いうちに行くのもいいなって思うから、もう自分がどうしたいかで自分で決めればいいと思う。そうだね、なんかどんだけ人がいろいろ言っても結局決めるの自分だから、あの人がこう言った件こうしようとかじゃなくて、もう自分で決めるしかないと思う。
で、 できればその経験の有無を問わないんであればもうちょっと早く行ってもよかったなっていう気もする。ああそうねそうね、うん、なんかそのやっぱ体力的な面もあったりだとか、まあ体力すごいあるっちゃけどね私そうねやけどその体力的な面で言ったり、あとはなんだろうな、多分感性が鋭い時期ってやっぱあると思うから、多分何か刺激受けた時にすごい変わるのって年取れば取るほど感じにくくなってくるとは思うから、まあ、もう少し早めに行ってもよかったかなっていう気はする。おもし自分だったら、まあ、って言っても1年とか、うん、2年とかそれぐらいかもしれんけど、うん、あのもうまあ別にこれあくまで自分の経験だけどもやっぱちょっとしゃくん抜いた方が復帰、うん、しやすいっていうのは、うんうん、やっぱりその帰国した後のキャリアとかも考えた時に、まあ、もちろんその、うん、ん領域によっては、うん、この協力隊の活動っていうのがなんか実務経験に感じされるものなんですよ、うん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 、その時代にもよるんだろうけども、うん、まあそういったものあるから、うん、まあ、あっ、ね、なんかまあ自分も栄養士で、うん、あの活動してて、でもまあほとんどっていうか、あんまりこの教育隊事業の活動が一般企業、うん、病院とかで、うん、なんだろうな、協力されるって言ったことがないから、まあまずは栄養士としての基礎的な、ね、知見を固めるっていうか、まあ、栄養士に限らず、その自分の専門性を、うん、日本ではどうだったんだって聞かれたときに、うん、まあ、そうね、うん、日本では、うん、こういう見方があるよみたいな感じの声が。うんうんできたりするから、うん、そういったメリットがあるかなと思うね。うん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 、そうね、うん、うん、ことによって、うん、続いて、はい、まあ、ケニア、はい、うん、ということでね、はい、まあ、コバヤンが実際に約2年間生活してきて、うんうん、まず、まあ、そのケニアの、まあ、見どころ、いろんな隣国外旅行も、うん、あ、そうね、うん、してきたと思うから、それも踏まえて、あ、まあ、ケニアってまあこういう色があるなとかっていうのなんか、うん、話してもらえると。ケニアの見どころ、これアフリカ大陸ですね。はい、これがこちらがアフリカ大陸でございます。指さしてるところがケニアになります。で、はい、これ見てもらうと分かるんですけど、下の方が海と面してるんですよ、うん、そうだね、モンバサとか呼ばれるあの辺りがコーストエリアになってて、はい、真ん中の方とかちょっと上の方が標高が高い山があったりするちょっと寒いエリアで、そこからまた西の方に行くと暑くなって湖があってビクトリア湖沿いのエリアが現れるっていうので、本当にケニアの見どころってケニア国内でも地域によってその色が全然違うというか、例えばもし私が旅行者でケニアにサファリだけ行っててナイロビとマサイマラだけ見て帰ってたら、ケニアってすごい動物がたくさんいてマサイの人がいてナイロビが発展してすごいなんか いい国だなみたいに思って帰ってたんだろうなって思うけど、なんか今2年間ぐるっと見て思うのはなんか部族があるのあるから、なんかその部族によっても結構なんだろう、そのキャラクターが違うというか、ちょっと同じ国民なんだけども少し性格が違ったりだとか、なんかそういうのも見れて、なんだろう、本当サファリだけじゃないんだよっていうのは言いたいかな。そうだよね、ケニアって、うん、まあ、アフリカの内地も楽しめるし、そうだね、内陸国とコバヤンのまさに認知はそうだよね、マラリに似たテイストがあるよ、うん、もあるし、まあ、でもそうそう、あれ海に行くには結構遠いって距離があるみたいな。そうだね、そうね、そうとか、あとはケニアってすごい紅茶が有名で、お茶畑が少し寒いところにあるんだけど、 そこで実は紅茶だけじゃなくて緑茶作ってたりとか、すいません、その中写真ね入ってないんですけど、今さっき私これ飲んでたのがケリチョっていう、それこそ日本でいう静岡みたいな、ケニアでいうお茶の産地になってる隊員がサポートしてたグループのねお茶を今飲んでて、見えますかね、これ見えますか、こちらソルガムティー、これね、ソルガムティーって言って雑穀ですね、雑穀が入ったお茶で、カフェインレスでミネラルとかビタミンが結構入って、やっぱり紅茶飲む習慣が多いけど、こういう風に特産というか地域の特産物がそれぞれであったりとか、私のところはビクトリア湖沿いなのでやっぱりお魚、うん、かな、うん、そう、今八木さんが写真あげたままどっか行ったけどあげてくれてるんですね、これうちの認知です。これは多分おそらくおみな漁をしてる、死に行こうとしてるところか、もう日が上がってるからどっちかな、終わった後なのかなっていう写真です。うん、これレイクだってことだよね、これは、うん、レイク沿い、うん、レイクの中、うん、そうだよ、すごくなんだろうな、うん、時代を感じるこのボートも含めねそうですね、これスピードボートっていう名前で小型の船なんだけど、実は中にエンジンが搭載されてて、意外とスピードは速かったりする、ブーンって、ただ物によっては本当についてなくてね、漕いでるっていうパターンもあるけど、ほとんどは小さいねエンジンがついてて割と遠くまで行ってますね。あ、うん、あ、なんか自分がマラウイでレイクゾーンで見たことがある船は、うんうんうん、多くがエンジンついてないイメージ、もしかしたら見たものがちょっと偏ってるだけかもしれないけど、うんうんうん、本当に木をただ掘って、うんうん、なんかそれでなんかほんと一寸帽子みたいな棒っていうか、まあ一応オールになってるもので、うん、それでも結構ちょっと帰ってこれるかなみたいな、こう取りに行ったりとか、まあその網を使ってするようだったり、うんうん、あ、そうなんだ、
あ、これはあれですね、ナイルパーティーですね。何キロって言ってたかな、これすっごいでかかったんだけど。でかそうだよね、これ。うん。なんか1キロが250、日本円で250円ぐらいだったと思う。それをどんどん倍々で、あの何キロかで。うん。はいはい。で、うん、これあの、なんだっけ、ダーウィンの悪夢だっけ、あの映画、タンザニアが舞台になってる、あのドキュメンタリー映画でも出てくる、あの学校給食とかでも白身魚のね、フライとかで実は出てたりするナイルパーチですね。外来種。外来種ですね。はい。これと、ティラピア。ティラピアがほとんど。と、オメナっていう、あのカタクチイワシみたいなちっちゃいお魚がメイン。かな、うん、あ、まあ、そうだね、うん、ナイルパーチこういうのはあんまり止まらない。一応これはあのビタの町のちょうど船着き場の近くに組合みたいなのがあって、あの取ってきたお魚をあの重さ測ったりだとか、あの保管するちょっと冷凍できるような場所があったりとかして、そこからいろんな場所に運んどるみたい、うん、そうとか、なんかちっちゃいその小魚オメナも、ビタ原産地がビタって書いてある小魚のオメナが別の都市部とかでパックされて売られてたりとかも、他の隊員の認知行った時に見たりとかして、おるじゃんって思ったり、はいはいはい、そんなことやってたりとか。そうやね、なんだろうな、どういう辛いことが、まあ、嬉しいこともねあれだけど、やっぱりちょっとその、うん、なんか聞く側として、あ、どんな大変なことあったっていう方が自分がもし初めて聞くんだったらそういうの聞きたいんだけど、うんうん、なんか例えばその活動で、うん、まあ、仕事のやりがいっていう、項目がよく、うんうん、なんかそれをケニアで例えばこういう一番その印象的な、自分がこれ一番頑張れたな、頑張ったなとか楽しめたなっていう、あ、楽しめたの、うんうんうん、楽しめたことは、学校に行ってたこと、あ、はい、ざっくりなんだけど、なんか、そもそも、私の配属先はケニアの、その県ぐらいの大きいカウンティーって呼ばれるエリアがあって、それからさらに C レベル、サブカウンティーって呼ばれるあのレベル C レベルの、 あの保健所、保健福祉事務所が配属先になってるんだけど、はいはい、なんかすごい来た当初面白いなって思ったのが、あの、うん、同じ敷地内に保健所と併設して病院が建ってるんだよね。そう、はい、だから大きいこう広場というか、あの更地というか芝生というか広い広場があって、その中に保健所部門の建物がポツンとあった、隣にあの外来の病棟だったり、入院できる病棟だったり、あとは産婦人科とか病院部門が一緒に合わさって、はい、ビタサブカウンティーなんか保健事務所っていうふうにもう病院併設で言われてるから、その保健事務所で働く栄養士は病院の、 あの仕事もしてる、病院の栄養士としての仕事をする人と、サブカウンティーだからその市の中を統括するスーパービジョンって呼ばれるこう市のディスペンサリーだったりとか、がしっかりあの回ってるかチェックしに行く人、あとは学生だったりボランティアっていう、なんかこう割と複雑な感じで人がオフィスにいて、で結局そこの中にポンって来て、こう仕事をちょっとずつ覚え出していくと、なんだろうな、マンパワーとしてあの結局使われちゃうっていうのが結構当初の悩みではあった。それはなんだろうな、別にマンパワーで使われることが悪いとは思ってはない、うん、思ってはないんだけど、もともと半年ぐらいは病院の中で、まあ、自分ももともとわからない状態で来てるから勉強しながらちょっとずつなんか違うことできたらいいなって思ってたのが抜け出せなくなってた時期があって、例えばちょっとコミュニティに行きたいんだけど行き方もわかんないし、でレイナこれあるよみたいなこう病院の中の仕事があったりとか、うん、そう、そこから抜け出すのにすごい時間がかかっちゃって、でもその病院で働いてた時間はまあ無駄じゃないというか、あれがあったから基本的なことは一通り分かるようになったし、まあ、病院のスタッフとも、ね、仲良くなったしっていうのはあるけど、そこが難しかったの。結局それって自分が何したいか分かんなくなっちゃってたから、うん、っていうのと、あの、なんだろう、うん、今はだいぶ変わったんだけど、あの、うん、自分の意見をこう上手に相手にあの多言語で言うっていうのがすごい簡単そうに見えて難しくって、あの日常会話ならね、それこそ英語じゃなくてもスワヒリ語でだって喋ることできるけど、自分がこうこうこういう風に考えてこうしたいからこうサポートしてくれないっていうのをいかに上手に言うかっていうのがすっごい難しかったから、うん、まあ当たり前なんだけど、まあ言語は英語もとやっときゃよかったなって思ってからやっと火がついて、あの必死に勉強をして、あの時々通じなくてうーってなったりしながら、結構、うん、上がったり下がったり上がったり下がったりしながら、あとその、まあ、訓練所では英語を勉強して、うん、で、ナイロビでの訓練所があれだね、あのケニアに行く前に 2,3 ヶ月あのみんなで集まって語学を勉強する場所、うん、そう、あ、うん、そうですね、うん、結構複雑でさ、なんかごめんね喋ってばっかりあの面白いのが、いやいや、そう、面白いのがなんかケニア人と喋ってると、こう普通にこうやって今ずっと私が日本語で喋ってるじゃん、でこう日本語で喋ってる中で急にスイッチが入って、さっきまで英語で話し合ったのに急にスワヒリ語にパッて変わったり、ウロー語でパッて話し変わったりとかするのが見てて面白いなとか、ここまで文のここまでスワヒリ語言ったのに急にチャーチとか英語使い始めたりとか、あ、そう、ね、うん、だ
から結構ランゲージミックスって語学学校の先生呼んでたけど、それもタンザニアとは違うみたいで、まあなんか独特というか面白いというか寛容というか適当というか、うん、なんかまあ私はいいなって、うん、それ、うん、言語がいきなり変わるよね。マナビでも自分のしんどいよね、うん、全部カゴだけ、うん、全部カゴ、あの英語喋ってるかと思ったらいきなりなんだろう、その文化に変わったりだとか、まあ、やっぱりその英語で、多分日本人がその、うんうん、ちょっとその英語をちょっと喋れる日本人が頑張って英語で喋ろうとしてるけども、なんか思わずなんか日本語が出ちゃうみたいな、ちょっと上手くなって喋れない時とかヒートアップした時とか、そんな感じで、やっぱその現地の人にとっても、特にそのマヤもそうだし、あのローカルエリア、その田舎村とかそういう人でいくら英語が喋れるって言っても普段やっぱり使わないから、やっぱそう、うん、ケニア人同士、もしくは自分のケースだとマラウイ人同士、やっぱそういうことか、うんうん、現地語でしかしないから、やっぱ英語がやっぱりどうしてもその苦手、喋れるけども、ね、得意な人がやっぱほとんど、うん、特に年配の方とかが、そう、ね、そう、あの患者さんがオフィスに来た時に、やっとスワヒリ語ちょっと覚えて、なんか頑張ってスワヒリ語で話しかけてみたら、老語で、その時は分かんなかったけど、私は老語しか分かんないからって老語で言われてて、あの、はい、激震したりすることがあったりとか、そう、なんか結構なんだろう、ちょっと複雑なのが、その部族の中での、あの対立みたいなものもあって、あの割と私の、そのエリアが老族って呼ばれる人たちが多い、あのエリアなんだけど、その、スワヒリ語があんまり好きじゃなくて、あのスワヒリ語より英語使うとか、老語が好きって言ってる人が割と多かったりとか、そういうのもなんか部族によっても違うみたいな。そうね。まあ、うん、なんかあのあえて加えるとしては、まあ、あと、うん、小林の小学校とかにもね行ったと思うから、うんうんうん、あのその裕福な家庭だったりすると、うん、田舎でもあの、うん、英語を喋らせようってする人とか、うんうんうん、教育としてね、うん、教育としてやっぱりその便、うん、あの絶対将来的にそっちの方がポジティブに繋がるから。うんうんうん、っていうやっぱ英語喋れる方が仕事もそれ繋がるし、うんなんかうんかね、ちょっとその、まあうん、英語は喋れることに越したことはやっぱりその、うんうん、活動としてそのやっぱり村の中に溶け込んでいくその距離をやっぱ縮めるには、うんまあ、当たり前だけど現地語はマストで、うんうん、それは多分国においてもそうだね、うんまあねそううん、日本帰ってからね誰とどこで使おうかなってめっちゃ思ってるんだけどせっかくちょっと覚えたからさ、ね、そうですねまあ今、ね、実際にもあの小林はまあ、現場に復帰して、うん、日本でねもう実際帰国してもう任期を満了して、はい日本に帰国して、まあ、復帰してるんですけど、はいまあ、多分ねこれからのキャリアだったりとか、うんまあ、クリアになってる、まあ、なってたらねぜひそれも教えてもらえたらと思うし、まあ、そういうのがまあ、こうありたいなとかこういう風なことしていきたいなっていうの、うん、ちょっとその将来の夢っていう、うん、ところで話してもらって、うんなんか将来の夢は、まだ決まっていませんっていうのがもともとその協力隊出る行くって決めたのも一旦現場離れて違うところを見てそれで戻ってきて職場で還元したいっていう気持ちはあったから、うん、ですごい今でも覚えてるのが自分が協力隊行くの決めましたって話した時にすごいよくしてくださってるその英語教諭の先生が多分その2年弱ケニアに行って帰ってきたら多分本当に教えたいこと分かると思うよって一言言われて、そう、それをずっと今も自分の中で考えながら今戻ってきてるから、そう、ちょっと講習は変わっちゃったから少し難しいなって思うこともあるんだけど、うん、ちょっと何かしらの形でね、こう1年、2年、まあ、2年か3年ぐらいかけて残せたら残せるものをちょっと作りたいなとは、うん、今の職場でね、とは思ってる。その後は今考え中です、いろいろ。まあ、5年後10年後のことを考えたところで、まあ、実際何言うか分からないんですけど、うん、もう近場の、まあ、近い未来のことを、ねうん、考えても、まあ、それは問題ないって言うと、なんか、なんだか、自分でいいんじゃないかなって思うし、うんうんまあ、やっぱその協力隊の、うん、なんだろう生活って時間が、ね、ちょっと人によるとは思うんだけども、そう考える時間が、ね、うん、やっぱすごいあったね。隊員とかは、うん、やっぱそういう比較的考える時間がある。小林、うん、さんからぜひ、なんか一言、はい、今から。一言。はいうんそっかね、私なんかが、ね、アドバイスっていう感じですけれどもそうだな、 なんかその私自身はその協力隊に行く前にそう自分のなんか強み持ってこう自分がやれることを見つけてこう何者っていうなんか自分の中で納得できた状態で何かやってみたいって思って実際に、ね、やってみてすっごい思ったのが結局自分ってそのいい意味でも悪い意味でも一人じゃ何もできないんだなっていうのをすごい感じてそうこれ別に悪い意味じゃなくって、うん、一人じゃ何もできないっていうのはあ自分ってできることってやっぱり一人でできることってすごい限られてるんだこの協力隊っていう枠の中で何かやるって なるって結構難しいことなんだなっていうのをすごい分かってでなんかインパクトもすごい大きいことができたかって言われたらもちろんそうじゃないしでもその中で自分がやりたいことやってきてやってよかったと思って
ってるから、なんだろうな、あんまりなんかこういろいろとらわれずに、もうなんか自分がやりたいことなんかやった方がいいかなって、そのいろんな結果を受けて改めて思ったので、今、なんだろうな、ちょっと今世の中がこういう状況で、これからどうしようとか、ね、先が見えない中で、ね、いろいろ迷ってることがある人も多いと思うけど、もうなんかやりたいことを今しかできないこともあると思うので、なんか挑戦して多分やったら何かしら先につながるものがあるはずだから、なんか迷ってるんだったらなんか背中を押してあげれたらいいなって思います。はい、まあ、時間があるから、はい、まあ、あのやりたいことリストみたいなの作るのもいいかもしれないね、今その思うなんか日本にいるときに、あ、これやりたいな、これやれたらな、みたいなことを、書いておいたりして、で、実際に生活してみたら、当時こんなこと考えとった、みたいな、絶対に思ったりしてるから、で、やっぱ最初ね、赴任したり、したてのときとか何すればいいかも分かんないから、とりあえずもう、中でその作ってたリストみたいな、とりあえずもう片っ端から、なんかやってみるとかのもいいかもしれない。あとはすごいやっぱり時間があるから、自分多分その協力隊として活動するって、そのすごいミクロな視点というか、大きい枠組みがある中での、そう細分化していったうちの一つのことを担うようになるから、なんかこうそれを今時間があるうちに、じゃあその大きい枠組みってなんだろうとか、その、国際開発協力のことについて勉強してみるだとか、今自分ができること、多分その勉強したことが何かやり始めたときにこうつながることもあるかもしれないし、逆にやってみてまた、なんだろうな、こう学問的なところに戻ることで気づくこともあると思うから、そこを今できることというか、こ うまく上手に合わせていったら、ね、すごいそうだ、ね、面白い活動になるかもしれないね、これから。確かに今を見てくれている方、遅い時間までありがとうございました。そして小林、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと、八木さんもすみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、シェワ語でバイバイ。キヨナナ。キヨナナ。バイバイ。じゃあ、おやすみなさい。